スタイルワン。はい、スタイルワンとは水泳用語で専門種目や得意種目のことです。このメニューでは、はい、ゲストの方へのメッセージを紹介してゲストの方の演じるキャラを掘り下げていこうと思います。はい、はい、リンちゃんコーナーですので今日は。はい。はい。ということで、お願いします。早速いきますよ。ソウスケと一緒に、リンちゃんの寝顔を拝みたい！マネージャーからいただきました。もうソウスケは拝んでる前提なんだね。あー、否定できない！否定できない！まあいいけど、はい、まあいいけども。ノブネン君、宮野さん、フリフリ、フリフリ。フリフリ。宮野さんに質問です。いいよ。2期からサメ塚が多く取り上げられるようになりましたが、ありがたいですね。失礼しました。アフレコ現場でのチームサメ塚はどんな感じですか？やっぱり最高のチームですね。もう最高でしょ。うん。まずね、何が最高って、はい、後輩二人が先輩っていうね。ねえ、もうそこはざわつきますよ。ベテランの後輩が。ベテランの後輩二人が。先日40歳になられた鈴村さんと。そうですね、つい先日。宮田さんとね、この二人がね、はい、まあまあ、でも、可愛いじゃないですか。可愛いんですよね。とびっきり可愛い後輩を演じてるわけじゃないですか。それはもう最高でしたよね。ですね。それでまた二人の絡みとかが面白いんだよな。面白いですね。もう達者で何もかもが。そう。ほんで僕は、はい、細谷さんと一緒にお仕事をするのがとても僕は大好きで、うん、面白くて、うん、よくいじっちゃうんですけど。いっぱいいじってますよね。それも聞きたくて。でもなんか、ソウスケとリンが劇中で拳をパンってやるじゃないですか、うんうん、なんかあれよく取材でも聞かれるんですよ、うん、ああいう経験ありますかみたいなっつって、うん、ああ確かにああいうのって憧れるよねなんつって、うん、ああいうのを自然にやってる二人じゃないですかですねなんてかっこいいんだみたいな。で僕知ってますよ、宮野さんと細谷さんがアフレコ現場でそれこそ今日のこの会話みたいな時に二人で拳ガッと同じことやってんの僕見てましたよ。そういつの日からかなんかあれいいなと思って、うん、ちょっと細谷さんに近づいてって拳を出してみたんですよ。うん、つってそしたら細谷さんが恐る恐る俺の拳に拳を合わせてちょんって可愛いちょんちょんってやってなんて言ったと思う。ああ、あったかいって言った。僕それで細谷さんから聞いたんですけど宮野さんのその開始前の熱が体温が分かるようになった。そうそうそう、始まる前は冷たいのに終わってからあったかいみたいな。なんかそんなところでみたいな。でもなんか言葉では伝わらないものみたいなものは確かにあるなと思って、うん、あれはなんか自然ともう本当に毎週やるようになったし、うん、あれをやるとなんか気持ちがグッと入るようになったので、うん、ちょっと僕らのね距離もグッと縮まったんじゃないかなって思いますね。すごい素敵、キャラとしかもシンクロしてね、うん、なのでそういう風に最高のチームが、はい、キャスト的にもそして、ね、当然作中でも結成されていきました。チームサメ塚です、はい、いや聞けてよかった。その細谷さんと話はすげえ聞きたかったんですよ。そうそうそう、僕皆さんの手はあったかいですね。いやそんな感想って言ったら、いやいやいや僕はね大事なんですよ、苦手なんでね、人との、あれが苦手なんで、そういう、温度とかでね、こう、会話のね、糸口になってね、そういうのはね、僕の中では大事なんですよ。ってずっと言ってました。超似てる。すっげえ似てる。言ってることも言い方も、なんか勢いの感じも、言葉に詰まってあれとかしか言えない感じも全部似てる。すげえ。言ってました、ね。まあ、なのでね、よく打ち合わせも多いですもんね、お二人は。うん、そうそう。なので、そんな風に、アフレコ現場も温まっております。そうですね。